今回の動画ではフィモラ10を使って被写体の後ろにテキストを入れる方法を紹介するよ。皆さんこんにちは。ワンダーシェアフィモーラのエリオットです。本編に入る前にチャンネル登録とベルボタンをクリックしてフィモーラ動画編集の最新の動画情報をゲットしてね。被写体の後ろにテキストを入れるのは面白いオープニングを作るのによく使われる方法で、動画の質も上がるし視聴者もより引きつけることができるんだ。すごく簡単だから今回はフィモーラ10で2つの方法を紹介するよ。始める前に使用する映像が静止していて、被写体がマスキングしやすいかどうかを確認しておいてね。今回はメディアライブラリにあるビルの動画で試してみよう。これは動かない風景動画。真ん中のビルも簡単にマスキングできるよね。それじゃあこの動画をタイムラインにドラッグ&ドロップしてみよう。タイトルタブからテキストを作成するよ。今回はシンプルテキストから選んでみよう。これを2つ目のビデオトラックにドラッグ&ドロップして、タイムライン上でダブルクリックすると左上に設定パネルが表示されるよ。試しにハローワールドと入力してみよう。もう一度タイムラインでテキストクリップをダブルクリックしたら、アニメーションタブから右ロールを選んで OK を押してみよう。ここで表示のされ方を確認してね。タイムライン上でテキストが動画クリップの上にあるから、プレビュー画面でもテキストは動画の上に表示されるよ。今はこれで大丈夫。あと何ステップか踏むとテキストがビルの後ろに表示されるよ。3つ目のトラックにメディアライブラリからもう一度ビルのクリップをドラッグ&ドロップして、1つ目のクリップと並べよう。ここでタイムラインの左側にある目のアイコンをクリックして、最初のクリップを見えないようにしておくと、次のステップでマスキングのエッジが見やすくなるよ。左上のエフェクトパネルでユーティリティを選択して、イメージマスクを3つ目のビルのクリップにドラッグ&ドロップしよう。テキストの前にしたいビルの形に合うようにこの形を選ぶよ。真ん中のビルだけが前に来るように大きさや位置を調節してね。ここで1つ目のトラックの目のアイコンをもう一度クリックしよう。これでテキストがビルの後ろに表示されるようになったはず。チェックしてみよう。次に紹介する方法はコントラストが高く背景がシンプルな映像に使えるよ。これもメディアライブラリにある映像で、人のシルエットがハイコントラストになっているから人の後ろにテキストを表示させることができるよ。クリップを1つ目のトラックにドラッグ&ドロップしよう。次にタイトルからテキストを選んで2つ目のトラックにドロップするよ。タイトルクリップをクリックして左上の設定ウィンドウが出てきたら、必要に応じてテキストを編集してね。もう一度ハローワールドと入力しよう。ここで1つ目のクリップを非表示にして、このカメラアイコンからタイトルのスナップショップを撮るよ。タイトルのクリップを削除して、さっき撮ったスナップショットをドロップしよう。スナップショットをダブルクリックして、左上の設定ウィンドウから合成を見つけて、描画モードをオーバーレイに変更するよ。変更できたら1つ目のクリップの非表示を解除してみよう。これで人物のシルエットの背景にテキストが表示されるよ。再生して確認してみよう。今日は被写体の後ろにテキストを入れる方法を紹介しました。もっとクリエイティブなオープニングムービーのアイデアがあれば、ぜひコメント欄で教えてね。チャンネル登録も忘れないでね。 Keep Creating!